アイテム番号。SCP-676JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-676JP が発生する南極点から半径5メートルの範囲は電気柵で囲い。その周囲15メートルの各陸域にはレベル3以上のセキュリティクリアランスを持つ財団職員以外は侵入させないでください。各陸域に入る際は必ず専用のスーツを着用し、持ち込める物品は財団が指定したもののみとします。24時間体制で各陸域と電気柵の内部をカメラで監視し、GPS 装置を使って南極点の移動も監視してください。各陸域の周辺にはカモフラージュ装置を3メートル間隔で設置し、周囲の風景と同化させてください。財団本部の SCP-676JP 監視部署では随時地球の自転の様子と自転軸の異常な動きなどを監視してください。また、SCP-676JP-1 の事件にて打ち上げられた衛星群に搭載されている GPS 干渉機能の調整、整備も常に行ってください。収容違反時手順。収容違反が発生した場合には、SCP-676JP 監視部署にて自転軸の傾きを観察し、どのような物品が SCP-676JP-A に指定されたのかを確認し、追跡してください。サイト、8196には常時レベル4以上のセキュリティクリアランスを持つ職員を待機させ、通常の装備では SCP-676JP-A を死亡もしくは消滅させられない場合には別の高威力兵器の使用許可を取れるようにしてください。SCP-676JP-A に指定された物体、生物を捕獲できず、時間の経過とともにサイト外に流出することが確実であると予測された場合は、すべての出入り口と開口部、エアダクトなど、を閉鎖、ロックし、確保し完全に無力化させるまではどんな事象が起こってもロックを解除しないでください。説明。SCP-676JP は南極点、正確には自転軸の南側の先端の極上で不定期に発生する異常現象です。SCP-676JP が発生すると、その瞬間に南極点の真上位置に存在した物質、生物、SCP-676JP-A の横方向の動きと連動して地球の自転軸が動き、赤道傾斜角の傾きが変化しますに。この際、大陸や海水の配置は変わらずに自転軸だけが動くことがわかっています。SCP-676JP-A が移動している間も自転は止まりません。SCP-676JP は SCP-676JP-A が物理的に消滅するか死亡すると効力を失い、自転軸はその瞬間、元の自転で回転していたら位置しているであろう角度に。地球上の各地点は元の自転で回転していた場合の位置に瞬時に戻ります3。この際、地球には何らかの現実改変現象が発生していると考えられます。最初の発生から今までに、県の SCP-676JP が確認されています。以下はそのうちの一部です。事件記録を表示。事件記録 SCP-676JP-1 日時2000年12月日9時3分 SCP-676JP-A 編集済みの南極点ツアー参加者1名概要ツアーで南極を訪れた SCP-676JP-A は南極点に立った直後、その場で腹痛と強い吐き気を訴えて倒れました。同行していた医師が駆けつけ、ベースキャンプに搬送された後手当てを受けましたが症状は改善しませんでした。同時にイアースの職員の一人が自転軸が移動しているという異変に気づき、情報を受けた基地から潜伏中の財団職員が現地に向かい、異常を確認しました。関係者にはクラス A の記憶処置が施され、カバーストーリー、原因不明の感染症、が適用されました。南極点の真下に研究サイト、8196が建造され、SCP-676JP-A はそこに隔離されましたが2日後に原因不明の内臓破裂により死亡し、死体は司法解剖の後焼却されました。自転軸の先端の最長移動距離は約457メートルです。メモ。アムンゼン、スコット基地の敷地内、経、度、分、抜き、度、分、の地点に偽装された南極点が設置され、GPS 干渉機能を搭載した、編集済み、衛星、元が打ち上げられました。事件記録 SCP-676JP-2、日時、2000年7月、18時56分、SCP-676JP-A、防寒服の繊維、
概要。研究サイト、8196の隔離区画に立ち入ったいずれかの研究員の防寒服から落ちた全長数センチメートルの繊維が空調設備の風によって南極点の上に移動して SCP-676JP-A に指定されました。SCP-676JP-A はサイト内を風に煽られ、漂いながら移動しましたが、GPS で自転軸の位置を観測しながら追跡し、最終的に床面に落ちたところを確保、焼却されました。最長移動距離は約87メートルです。メモ。隔離区画に立ち入る際は専用のスーツを着用することが義務付けられ、区画からは空調設備が撤去されました。事件記録 SCP-676JP-4。日時。2000年月26日、13時10分。SCP-676JP-A。上空 20km 付近のごく清掃雲。概要。発生時の自転軸の移動速度が同時刻の風速と同じであったことと、自転軸の上空に巨大な極清掃雲があったことから。SCP-676JP-A は極清掃雲もしくはそれに含まれる水蒸気などの物質であると推定されました。SCP-676JP-A はその時点ですでに、経緯も進んでいました。天気予報を元にしたデータによりこのまま放置すると赤道傾斜角が最小でも、度に変化することが確認されたため、レベル4の財団職員、編集済み、により型、編集済み、兵器の使用が許可され、7分の地に実行されました。最長移動距離は約、km です。メモ、あくまで SCP-676JP-A の対象は雲の方であり、それを構成する物質の中の一つということではなかったようだ。桜坂博士。ほい。SCP-676JP-1 の際の SCP-676JP-A の解剖中、遺壁の表面に次のような文章が刻まれていました。あなたたちが、傾けた。次はこちらの番だ。この文章外壁に刻まれていたことと SCP-676JP-A が最初に訴えた腹痛や吐き気の症状との関連は不明です。